創造系職人ヒロでございます。本日もヒロの間ご覧いただきまして、誠にありがとうございます。さて今回のヒロの間、何を紹介しようかな、何を語ろうかなと思ったんですが、今年2024年の9月の、6日だったかな、あのリドリー・スコットが第1作目を作ったのエイリアン、あのエイリアンシリーズの最新作が、公開するということで、ちょっとね、私が持ってるエイリアングッズ、まあそんなたくさんは持ってないんですけれども、エイリアングッズの中のね、ものを少しね、紹介した、あれ？まあね、ちょっと紹介したいな。あ、なんか、なんだろう、なんかさっきからカチャカチャカチャ音がするんですけど、まあいいか。ということで、そのエイリアングッズをね、紹介したいんです。あれ？フェイスハガーが、ああそしてまさかフェイスハガーに襲われるとは、こいつ、こいつがふざけやがって。今回はエイリアングッズの中でもこの特にフェイスハガー、このフェイスハガーを中心にお送りしたいと思います。はい、ということで、改めまして、私が持ってるエイリアングッズ、その中でも特にあのフェイスハガー、これ私あのフェイスハガーのデザインがもう子供の頃からね大好きで、よくね子供の頃お金がなくて買えなかったんで、ちょうどね私がね小学校高学年か中学生ぐらいの時に、まあこれから紹介するあの佃ホビーからね、なんと1分の1サイズの、オリジナルプロップレプリカのフェイスハガーのキットが、ね、発売されたんですよ。これ、ね、オリジナルプロップってどういうことかっていうと、実際に映画で使われた小道具、要は本物から型を取って、それをそのままソフビキットにして商品にしたというものなんですよ。先ほど私の顔にバーンとへばりついた、フェイスハガー、それがその佃ホビーから出た1分の1の、まあ、レプリカプロップなんですけれども、こちらがその佃ホビーから出てた1分の1サイズの、プロップレプリカのフェイスハガー。これはもう今説明したように実際に映画で使われた小道具、実際に使われたフェイスハガーを、から型を取って、そしてそのままソフビキットにしたという、とんでもなく、まあ、当時、もう今でもそうですけど、当時なんかもう本当に驚き。あの、海洋堂が、グレムリン2のボス、モホークのレプリカ、要はモホークをそのまま、1分の1サイズのモホークを、ソフビキット化した時以来の衝撃ですね。なのでこれが実物大の、ほぼ実物大の大きさです。まあ、複製すると若干縮みが出てくるんで、もう、映画で使ってたのはもしかしたらもうちょっと大きかったかもしれないですけど、これがバッとへばりつく。で、ちなみにこのフェイスハガーのモールド、これは実際はエイリアン1ではなくて、エイリアンではなくて、エイリアン2に使用されたフェイスハガーから型を取った、まあ、レプリカのキットになるんですね。で、なんで一作目じゃないのかっていうと、一作目は、実際映画見た方わかると思うんですけど、この、裏面とかですね、実際はモールド、造形ではなくて、本物のホタテとか、イカとか、魚介類を本物を入れて、それで撮影してるんですね。で、ここら辺の全体の形もモールドも結構甘いんですよ。で、エイリアン2に出てくるフェイスハガーは実際にこのワイヤーとか、ラジコンでこう実際にこうね、この細かい、指というか、この足がバーッと動いて走り回る実物のそういった精巧にできた、作り物を撮影で使ってたんで、ね、そっちの方がちゃんとモールドがしっかりある。で、型もあるので、でそこから、ファルシオンですね。イギリスのホビーメーカーのファルシオンが商品化しました。1分の1レプリカプロップ。プロップレプリカキットですよ。まあ、要はまあ、本物ですよ、本物。本物から型を取った、キットなんですね。これがね、私が子供の時に、ホビージャパンで、その記事が出てましてね。これです。ホビージャパン。これはね、92年のホビージャパンなんですけど、発売はね、91年、これね、エイリアン特集なんですよ。ここでもね、実際載ってるんですけれども、まあ、本当に欲しくて。で、当時ね、これキットがね、いくらだったのかな？ちょっとこれ置きますね。これね、載ってるんですよ。これ
ホビージャパン92年のね、278番ですね。シリアルで言うと、番号で言うと、その7月号。ここね、エイリアン特集で、ね、すごいんですよ。こういうね、あの、ドッグバスターとかね、載ってますし、ここにね、ちょうどね、エイリアン3が公開される頃の特集なんですよね。だから、実際はフェイスハーガーと、あ、これも載ってますね、フェイスハーガー。ここに載ってるのはニューフェイスハーガー。エイリアンクイーンのフェイスハーガーなんですよ。で、これ何が違うかって、これもね、すごいですよ。ファルシオンが、つくだホビーも含めてね、ちゃんと発売したんですけど、1分の1で。こっちのエイリアン2の方は指がね、人間の普通の、伸びてない爪なんですよ。ただ、その後に発売された、このエイリアンクイーンのフェイスハーガーの1分の1のキットは、長いね、ものすごい爪が長い。付け爪のような鋭い爪がついてるんですね。スペースジョッキーとかね、こういうの乗ってますね。で、ここに、ヘルシオン、ハルシオン、から販売された1分の1ソフトビニールモデル、フェイスハーガーを、山田拓司さんが、ね、何ですか、カスタムしたバージョンがここに記事として載ってます。これもね、子供の時見てて、すごくね、衝撃を受けたというか、ものすごいリアルですごいなと思って見てたんですけど、まあこれ、持ってる方はね、ぜひまた見てください。で、持ってない方はぜひこれ、ヤフオクとかね、オークションとか古本屋で買えると思うんで、これ、エイリアン好きはこの一冊は持ってた方がいいですね。そのぐらいこの、作例がね、ものすごいです。あと、海洋堂が出た幻のキット、海洋堂が昔出してたんですよね。エイリアンクイーンのソフビキット。これのね、作例も載ってますね、この。で、これ、エイリアンウォーリア。つくだホビーがね、まあ、これもハルシオンなんですけど、ハルシオンが出したプラスチック、まあ、プラモデルです。プラモデルのエイリアンウォーリア。こう、卵もついた。このね、キット、私は中学生の時に発売されたんですよ。これもね、私買って作りましたよ。今持ってないですけどね。箱絵もかっこよくて。なかなかね、今のようにフィギュアが、ね、精巧なフィギュアが世の中に出てない頃の時代なので、で、ホビージャパンでこう、エイリアン特集はものすごく嬉しかったですね。はい、で、ちょっと話が、なんですけれども、ということで、この記念すべきですね、つくだホビーが、まあ、要はイギリスの、ハルシオン社から出した1分の1の、このフェイスハーガーを輸入代行販売、代理販売したのが、ここのつくだホビーなんですね。で、これでやっぱりシリーズがたくさんありまして、このフェイスハーガーの他にも、このキットで、エイリアン、一作目のエイリアンの、5分の1サイズ。ここに見えますか？ここにあるのが、これ、つくだホビーが出した。5分の1サイズのエイリアンのソフビキット。まあ、これ、完成品も後に出るんですけど、それを発売したりとか、あと、ノストロモ号ね、出したりとか。で、このオリジナルのプロップレプリカのフェイスハーガー。そして、先ほども言いましたけど、エイリアン3のニューフェイスハーガーの1分の1のキットも出しました。で、その他にも、エイリアン3に出てくるドッグバスターね。とか、あとね、チェストバスター。チェストバスターも、これはね、レプリカじゃないんですけれども、キット化されてます。で、それはね、これです、これです。あ、これでちょっと同じものじゃないんですけれども、これの、後にね、プライズ品で別のメーカーから出るんですけど、こういった形で、キット、完成品も含めて出てます。ちょっとね、下ろすの忘れたんですけど、上にね、実は、チェストバスターいるんですよ。これと同時期なんで、成型色も同じ色。で、サイズもね、まあ、実物1分の1サイズで出てます。チェストバスター。はい。で、あとは、クイーンチェストバスター。ね。クイーンチェストバスターも、このハルシオンから商品化されてます。これエイリアン3に出てくる、チェストバスターで、1作目に出てくるチェストバスター、1作目、2作目に出てくるチェストバスターは、ね、ヘビのような感じなんですけど、クイーンチェストバスターはもう手足が、あって、で、ちょっとね、体つきもね、ちょっとこの頭の形状も違かったりして、いるのがこのクイーンチェストバスター。そんな形で、このつくだホビーは、イギリスの、ハルシオン社が出した、まあ、プロップキットから、他の、エイリアンの関連するキットをたくさん出したんです。で、その他に、このつくだホビーは、この完成品として、5分の1のエイリアン、ビッグチャップだとか、このフェイスタが、これも、いや、完成品バージョンですね、こっちは。キットじゃなくて、後に完成品で出た方のフェイスハーガーです。ちょっとピンク色の塗装だとかね、
少し茶色いこう細かい塗装が、モール入ってる、だからソフビキットが作れない人は後に出たこの完成品を買った方も多いんじゃないかなと思います。で同じくチェストバスターも完成品で出てます。これ今画面で見切れてたらごめんなさい、実は上にいるんですよね。はい、います。で、他にもねエイリアンウォーリアとかニューボーンエイリアン、エイリアン4、エイリアン4ですね、エイリアン4に出てくるニューボーンエイリアンとかも、キット化されてます。で、ニューボーンエイリアン私持ってるんでちょっと待ってくださいね。はい、これが、佃ホビーから出たニューボーンエイリアン。で、これも完成品で出てます。同シリーズで、まあ、エイリアンクイーンだとか、エイリアンウォーリアとかも出てますね。はい。でね、これ、もうね、経年、長年変なところに置いてあったらせいか、足が曲がっちゃってますけどね、こういう。ね、出てきますね。はい。で、まあ、話はこのフェイスハガーになるんですけども、先ほど私が襲われて、その後にこう顔に全体にグッと覆ったフェイスハガーありましたよね。で、これが、それはこれなんですよ。で、これも実は商品化されてたフェイスハガーなんですよ。これは意外と知ってる方少ないのかなと思うんですけど、ですね、これはですね、海外、20世紀、これどこだ？ちょ、オフィシャルのちゃんとした商品なんですけれども、これ私池袋の東急ハンズ、今はないですけど、昔ね、池袋の東急ハンズでたまたまパーティーグッズ売り場で売ってたのを見つけて買ったんですけど、こう装着して、で、面白いんですよ。顔面覆えるんですけど、中にね、実は、これ見えるかな？中に、ストローがね、要は金魚のエアーのホースって言ったらわかりますか？ああいうのがね、ついてて、それを口で加えて、息をするとフェイスハガーの要は本体が空気膨れるというそういう仕組みになってるんですよ。ね、こういった形でこれはね、私ね最初ラテックスかなと思ったら、これ買ってからもう何十年も経っても劣化してないところを見るとこれ、柔軟性柔らかい、これ PVC です PVC、要はソフトビニールの柔らかいバージョン、それでできてるんで劣化もほとんどしてないですね。ラテックスはね、経年劣化してボロボロになっちゃうんですけど、これはなってないところを見ると、おそらくこれは、柔軟性のある、柔らかいソフトビニール、PVC だと思います。で、今、私がストローって言ったんですけど、ここに見えますか？ここにね、ストローがあるんですよ。ここ、これ見えます？見えなかったらごめんなさい。で、口で加えるね、ストローがこう出てて、これを息を吹き込むと、このフェイスハガーのこの部分が、こうやって膨れるという風になってるんですよ。ちょっと膨らましてみますね。これ、でもね、あんま膨らわないんだよな。うん、ダメですね。苦しいだけ。要はこれ、ふってやるとここから息が入って、これがぷくっと膨れるよと、これ膨れるというなかなか非常に遊び心がしっかりある、まあ、アメリカらしいですね。フェイスハガーの。これマスクっていうんですかね、こういったものです。はい、ちょっとじゃあこれでね、寄りで見てみましょう。まあ、塗装としてはこういう形で黄色っぽいベージュっぽいベースの色に、グレーでこのシワのあたりね細かくエアブラシがされています。で表面に、赤っぽい塗料と黒っぽい塗料をすいません、製法忘れちゃいました。あるんですよね。パッとこう散らして、少し雰囲気出してますね。はい。こんな形です。これ実際被ってみた方がフェイスハガーっぽくなりますよね。で、こう、首元にマジックテープがついていて、ここでね、ちゃんと首に巻けるようになってるんですよ。はい。で、一本一本のこの指、触手の方にはこう、ゴムのバンドがついてまして、これで、顔にかぶせられるというふうになってます。で、口のあたりに、このフェイスハガーのこの部分が、空気でね、ストローでふーっと息を吹きかけると膨らむように、これもう外れちゃってるんでね、膨らむわけねえか。一応そういうな仕様になってますね。ちょっと見てみて、ここ。さっき見えますか、ここに。金魚のエアホースみたいな。これが2つ、こう繋がってるんですよ。でこれを口にね、かぶって口にこうやってふーっと息を吹き込むと、ここのフェイスハガーの、なんですかね、これ浮き袋みたいなね、肺に当たるんですかね、ここがぷくぷく膨らい上がるということになってます。で、素材は PVC なんで、PVC、あるいはソフトビニール、柔らかいソフトビニールだと思ってください。経年劣化しづらいので、20年以上経ったって全然大丈夫です。ただ、
表面の塗料の方が逆にちょっとね剥がれかかってますけど、まだまだ、しっかり柔らかさも保ってますしね、かぶれる状態になってます。これが、アメリカのねパーティーグッズ、フェイサーガーのマスクです。はい、でこれ購入したのはね、もう何年前だろう、もう20年以上前です。私がだから19か20歳ぐらいですね。あ、もう間違いなく20年以上前に池袋の東急ハンズのパーティー売り場で買ったのがこのフェイサーガーのマスクですね。で、先ほども言いましたけれども、佃ホビーが出したこのハルシオン社製のプロップ1分の1サイズの、フェイサーガーのキットで、これがやっぱり人気があったんでしょうね。ものすごい人気があったと思って、この後もう何十年経ってからも、いろんなメーカーから、この、まあ、おそらくですけど、このモールドを元にして、いろんな製品が別のメーカーからも出てます。はい。で、それをね、ちょっと紹介したいんですけど、まあ、一番日本で有名どころで言うと、今ここにもありますけど、ですね、もう何十年も経ってからです。佃ホビーが、ハルシオンの1分の1のフェイサーガーのキットを発売してから、もう何十年も経ってから、これ2000年代に入ってからですね。入ってから、このフリュー株式会社というところから、アミューズメントの景品、要は UFO キャッチャーの景品として、なんとこのフェイスハガー。ね、これあります。フェイスハガーと、チェストバスター。ね、ここにあります。チェストバスター。この2つを、なんと UFO キャッチャーの景品になったっていう、すごいですよね。だからこれがもう世の中のゲーセンにフェイサーガーとチェストバスターがもう溢れ、何百体、何千体だかわかんないですけど、溢れまくってた時代があるんですよ。で、当時マンダラケ、中野のマンダラケ行った時に、中野ブロードウェイ行った時に、マンダラケとは別で、そういう、なんていうんですか、この、食玩とか、プライズ品を専門で扱うお店があって、で、そこ行った時に、ね、これが大量に売られてたんですよ。で、しかも、これ今じゃ考えられないです。その当時これね、そこのお店でいくらで売ったと思います？このチェストバスターとか、フェイサーガー。これ皆さん驚きですよ。多分ね、想像を絶します。なんと、これが1500円。たった1500円で、これが、大量にもうね、バーンと投げ売り、もう売り出されてたんですよ。で、その時にね、私はね、買えばよかったんですけど、買わなかったんですよね。だから、佃の方ね、大きいフェイサーガーとかも持ってるし、いらねえかなと思ってたんですけど、結局、1500円でしたのがバーッと売れて、で、時代が何十、またそこからさらに何十年も経ったら、ピタッともう見なくなって。で、オークションとかでたまに見ると、もう3000円とか4000円とか、下手したら、うん、5000円以上、1万円近くで売ってる人もいます。ところもありますけど。そんな形で、UFO キャッチャーの景品にもなったんですけど、まあ、話を戻しますと、このフェイサーガーは、この景品のために、原型を作ったフェイスハガーではなくて、これはもう私の完全な、想像というか私の見立てなんですけど、佃ホビーが発売した、要はそのファルシオン、イギリスのファルシオン社が発売した1分の1のプロップ、レプリカ、それのキット、これを、このモールドを複製したバージョンを、フリューが発売したと私はもう睨んでます。もう間違いないと思います。なぜかというと、ここにもね、まあ、こう見比べても分かる通りに、細かな特徴、シワのディテールがもうほぼ一緒なんですよ。ほぼ一緒。で、全体のモールドの雰囲気もほぼ一緒。ほぼ一緒だなっていうところです。で、すごいのが、ここの、これ私細かいところ見ましたよ。フェイサーガーのここにね、なんていうんですか、鼻のような、口のような中で、この部分の造形があるんですけど、ここね、よく見ると若干左にモールドが少しこう、デザイン的に左に少しこうね、なんていうんですかね、こう、とんがった部分が左に向いてるんですよ。で、その左に向いてる細かな特徴もこれ、フリューの、UFO キャッチャーの、ね、プライズ品のバージョンもしっかりそこが再現されてる。ということは、これは、プロップレプリカ、ファルシオンが出した、1分の1サイズのキット、これを、この原型からさらに金型かなんかを起こして、一回りちっちゃくなったバージョンになって、このプライズ品で出たんだなって私はもう推測しました。こっちが、佃ホビーが販売した1分の1のね、レプリカ、フェイス、キットですね。1分の1サイズのレプリカキット。レプリカプロップキットなのかな？フェイサーが。これは、
佃ホビーが後に完成品として出したバージョンなんで、もう組み上がっていって、こうね、ちょっと茶色、薄い茶色っぽい陰影のね、塗装もされてます。裏側。ちょっとこれ非売ですけどね、これ大丈夫かな、まあ、大丈夫だろう。製品になってんだから。ちょっとピンクがかった色になってますね。色としては、だいぶ抑えめの塗装なんですけど、結構引きで見るとだいぶリアルなね、感じなのかなと思います。バックトゥザフューチャーのね、2のポスターと比べてもかなりこのデカさがわかるのかなと思います。はい、そして、先ほど私が言った、フリューが発売した、ごめんなさいね。フリューが発売した、これはUFO キャッチャーのプライズの景品です。景品版のフェイスハーガー。ね、こういう形で。まあ、モールドは一緒です。ただ一回り、フリュー版の、プライズ版の方が一回り小さくなってます。わかりますかね？一回り小さくなってますね。はい。ほぼ間違いないとは思います。で、なんで小さくなかった、なったかって言ったら、これはもう物理的なもので、複製をするとどうしても縮んでいくんですよね。モールドがあって、そこから、まあ、ソフビの場合はロー型を取らなきゃいけないんで、そこから、まあ、まず、原型からシリコンで型を取って、で、今度そこで、ロー型を作る前に一回レジンに起こすのかな。で、レジンに起こして、そこからロー型を作ったりとか、まあまあ、工程がね、一工程、二工程入ってくる。そうすると、元のモールドから、一回り縮んだり、下手したらもっと縮む可能性が出てくるんですよね。まあそういうのを鑑みて、おそらくそうだろうと。で、もしかしたら技術がね、この発売された頃の技術が追いついていれば、このモールドをレーザースキャンですか ?3D スキャンして、デジタルで取り込んで、作った可能性もゼロじゃないです。ただ、量産の量とかソフビを考えると、おそらく私は、ハルシオン社の1分の1のフェイスハガーからさらに、型を取って一回り縮んだ状態でこれが、UFO キャッチャーの原因としてフリューが出したんじゃないかなと私は睨んでます。ですねこれね、まあ、この中にこう入ってるわけですよ。この箱の中にね、こういう風に入ってるわけですよで後ろにはこう組み立ての仕方とか書いてありますけどね、で私ね、これ安かったんでもう一個持ってるんです。でこれちょっとまあ見た感じ、分かる通りにちょっとおもちゃっぽいですよね。塗装の感じが同じ完成品でもまだ佃ホビーさんが出してた昔のね、この1分の1サイズのこっちの完成品の方が色の風味とか色合い、ちょっと黄色っぽい肌色、これなんかが映画に近いフェイスハガーでなかなかリアルにできてる。これ遠目で 見れば見るほどね、リアルなんですよ。ただフィリューの方はちょっとこう おもちゃっぽさっていうんですかね、やっぱりこの量産品だ風の出来になってるんですけど、ちょっとねさすがにそれじゃちょっともったいないなと思って、私ねちょっとこの撮影の1時間前に全くこれと同じもの持ってたんで、さっきね塗装したんですよ。これエアブラシもあるんで、エアブラシと筆で、これプラモデルのね、このグンゼの塗料を使って、あとここあと缶スプレーこのカミヤのね、ラッカースプレー、これも使って、これ色は何だっけな、タンだったかな、ライトサンドか、これも使って、この UFO キャッチャーのちょっとおもちゃっぽいフェイスハガーを、すいません、うるさくて、カスタムしました、リペイントしました。ということで、ちょっとご覧いただきたいです。これなんです。これ全く同じものです。を、ちょっと色をね、上からリペイントしました。そうすると、こんな形でちょっと雰囲気がね、少しどうですか？ちょっと画面でね、これ照明の感じからしてどんな風に映ってるかわかんないですけど、だいぶ、どうですか？だいぶちょっと リアルなフェイスハガーになったんじゃないかな。こっちが製品版です。で、こっちが私がさっきね、1時間前にザクッとこう、塗装したものになります。はい。ね、こんな形で。映していいのかな？まあ別に大丈夫でしょ。そんな、フェイスハガー。はい。フリューから出してた、UFO キャッチャー。プライズ景品ですね。やっぱ景品のフェイスハガーです。で、これを先ほど、この撮影の1時間前に急いで、突貫工事でリペイントしました。ちょっとリアルにしようかなと思って、この字のね、赤茶とちょっとピンクがかった肌色の字を活かして、急いで色塗りました。タミヤの缶スプレーと、あと筆塗りとね、で、グンゼの塗料で、プラモデル用の塗料で、塗装したんですけど、どうですか？ちょっと結構意外と雰囲気あるかなと思います。
で、ポイントは筆でちょっとあの青い血管とか入れました。先に血管とかあと黄色とか赤をバーッと適当にムラがあるようにバーッと塗って、その上に缶スプレー、タミヤの缶スプレーのサンドイエローをバーッと拭いて完成させました。で、あの、結構あの動脈、要はあのね、人間もこの 手見るとわかるんですが、青い血管入ってますよね。なのでこういうのをちょっと表現すると少しリアルになるのかなっていうところで、このフリューのフェイスハガーに少し色を施して、こんな風にちょっとね、やっぱり画面で見ると実物よりもちょっとリアルに見えるのかな。まあ実物もだいぶリアルですけど、ちょっとリアルテイストでやってみました。フェイスハガーなんで、ちょっとね、見てみましょう。これ黄色っぽくなってるのはクリアイエローを少しあのまだらにちょっと色を足してます。で、上からサンドイエローをね、吹いてるんでね。画面で見た方が、色のね、色がね、画面とね、実物ちょっと違うんですよ。実物もうちょっとサンドイエローの黄色っぽさがあるんですけど、実物の方がちょうどいい肌色加減で、だいぶリアルですね。なんかこれ、いいな。画面の方がリアルだな。実物より、画面の方がリアルに見える。いいっすね。UFO キャッチャーの景品とは思えないですね。これが、こうですよ。これがこう、こんな形でね。どうですか。はい。はい、ということでこんな感じでございます。で、このぐらいの方が日本人サイズかなと思ったんですよ。このぐらいのサイズの方がなんかちょっとあの部屋にあってもね、まあだいぶ大きいですよ。これでもだいぶ大きいですけど、このぐらいの方がまだ許容できるかな感じがします。あの本当の1分の1サイズのフェイスハガーになるとかなり大きいので。まあ、かなり大きいですよね。立ち側で。比べてみましょう。こっちがオリジナル。佃田ホビーが出してた、まあ、ファルシオン社の、ね、一番最初に商品がなった1分の1レプリカプロップ。フェイスハガーです。で、こっちがそのから何十年も経ってから、フリューが UFO キャッチャーの景品として出した、フェイスハガーですね。どうですか、まあ、こっち色は私がね、ちょっとリペイントしてますけど、こんな形で。いやー、もう時を経てね、フェイスハガーが、ね、まあ、この時代ですら、確かね、これね、売ってたキットの金額がね、6000円から8000円ぐらいだったんですよ。まあ今のね、物価がどんどん高騰してるんでね、あれですけど、まああの、まあ、当時ね、子供からしたら高かったんですけど、やっぱり今考えると、実際に映画で使ったプロップのレプリカから、モールドから、そのままキットにしたっていう素晴らしい、まあ、要は言ったら本物ですよ。本物のモールドの装備キットが1万円以下で買えるって時代はなかなか、いい時代だったのかなと思うんですけど、そこから時を経て、さらに時代は進んで、なんと1500円でね、まあ、売ってるお店によって違いますけど、大量にこれが1500円で売られてたと。この、フリューの UFO キャッチャー版のフェイスハガーが。こんな風に時代を経てね、フェイスハガーが、まあ、いろんな商品が出てる。で、私ね、他にもね、フェイスハガーの商品持ってるんですよ。つくだホビーのキーチェーンとか。だからそれ以外にも、ね、ちょっとごめんなさい。海外のメーカーで、さらにこれの、半分ぐらいか3分の1、さらにちっちゃくなったミニのね、フェイスハガーのフィギュアとかもね、持ってます。そしてメーカーがちょっと今もう忘れちゃったんですけど、持ってます。まあそんな形でね、私このデザイン、フェイスハガーのデザインすごい好きなんで、ついつい、ちょっとね、こう手にしたくなっちゃうっていうところで、まあちょっと、他にもね、あの、エイリアン、まあ、ここにもエイリアンいますけど、実はあの、ドッグバスターとかもあるんですよ。あるんですけれども、ちょっと今回はこの私の好きなこのフェイスハガーに特化して、ヒロノマではちょっと紹介しました。で、ちなみに、今年の2024年9月6日に公開のエイリアンロムルスかな?ロムルス。これは、エイリアン、一作目のエイリアンと、エイリアン2。これの間の話だそうです。エイリアンからエイリアン2の間の空白の、あれね、確か設定では、エイリアンからエイリアン2の間って30年から36年ぐらい空いてるらしいんですけど、その間の話になってます。リプリーがエイリアンをボーンとね、ハッチからバーンと投げ出して宇宙の彼方に。で、脱出スポットみたいなところにリプリーが入って、そのまま何十年も経って、このエイリアン2で、リプリーが発見されて、みたいなこう、あの話になりますけれども、その間の話がエイリアンロムロス。制作は、あの、一作目のエイリアンの監督をしたリドリー・スコット。で、監督が、フェデ・アルバレス。フェデ・アルバレス。これはあの、ドント・ブリーズとか、あの、ちょっと、まあ、怖いですね。ドント・ブリーズの監督です。
あれを撮った監督、監督はフェデ・アルバレス、制作がリドリー・スコットということで、どんな風なね、エイリアンなのかすごい楽しみなんですよね、今年9月6日公開。ちょっと私別の SNS で情報を見たんですけど、今回はねフェイスアーが出るんですけど、なんとフェイスアーが CG、 もう CG も出ると思うんですけど、なんと実際の実物のフェイスアーが、しかもラジコンでバーッとこうこのね触手がバーッと動いて走り回る実物のフェイスアーがもね映画の撮影で使ってたみたいなんで、ちょっとね楽しみですね。このアナログのね SFX、 アナログの造形のエイリアンと、そして最新の VFX とか CG で、どんな風にねエイリアンが最新作出るのかってのはちょっと楽しみです。エイリアンでももう何回も何回も焼き増しされて、もうすられてるんで、見る方もね、もうエイリアンってなるともう結構みんな情報とか散々見てるんで、それを面白く作るっていうのは大変だと思うんですけど、ちょっと楽しみですね。エイリアンロムロスでどんな風になるのか、で、そうそう、でちなみにね、エイリアン2で海兵隊、宇宙の暴れ海兵隊みたいなのしか持ってたパルライフルっていうんですか、銃があったじゃないですか、ごついやつ。M41A っていうんですかね。で、あれとほぼ同じようなモデルが、このエイリアン・ロムロスの横編で出てきたりするらしいんですよ。なので、やはりやっぱりエイリアン2、エイリアンがエイリアン2の間の話っていうのはもう、さらにちょっとワクワクしますね。どんなエイリアンが出て、どんな風な話になっていくのかっていうのはちょっと楽しみですね。はい。ということで、今回のようにはちょっとね、情報が少し間違ってるのもあるかもしれないです。で、ちょっと途中私、フェイスアーガーにね、ちょっと襲われちゃったりしたんでね、なかなか大変でしたけども。ということで、ということで、ヒロノが、次回もね、楽しみにして、いただけましたら、幸いです。ということで、すいません。空想立体工場がお送りいたしました。